それで空飛んでください、それで。
はい、ちょっと現代のはせ方もんからいきましょう。次は地上に降ります。じゃあ次くまもん歩くよ。はい、行きましょう。もう近くで並んでんだ。はい、1、2、また向けて、はい、ここ、ここ、はい、行きます。歩いていってください。はい、無理当たれますね。はい、危ない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 。おおおおおお、ちょっと、うん、まっすぐ行きましょう。はい、1、2、1、2、眺めがありますね、これ長いですね。さあ、続いてはこちら見えてきましたけれども、南側、こちら石垣がたくさんあります。見上げてみると天守閣がありますけれども、江戸時代はもっと櫓がすごかったんですよ。こちらでございます。ドセン、石垣の上には櫓がずらり並んでおりますね。羽ばたきましょう。ふわ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 、羽ばたいていったらこちらマス型でございますね。敵の侵入を防ぐためのこちら防御策としてマス型がたくさんございます。マス型がたくさんある。そうですよね。マス型6回ね、6つの連続したマス型がありますね。そしてちょっと近くに寄っていきましょう。はい、バサーバサー。おおおお、危ない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 。さあ、こちらが仁王の石垣に着陸しました。じゃあこちら次はみんなで登っていきたいと思います。さあ、登りましょう。はい、いきますよ。せーの、1、2、1。おい、おい、いいね。1、2、みんなで1、2、1、2。ソウル、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 1、2、1。最後までよしよし、うわっ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 、ということで、本丸御殿に到着でございます。ビケビケしてる。わわ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 。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1。さあ、そしてこちらが一番豪華絢爛なお部屋があります。ここからが武将隊さんの問題でございます。お願いします。はでは拙者から出題いたします。はい、問題はこちら。こちらこちら、よいしょ、よいしょ。本丸御殿内で一番格式の高いお部屋の名前はどれか。さあ、こちら先ほど同様三択で参りましょう。三択です。うん、ではこちら三択、ドン。さあ、 A 清正の間。清正の間。 B 鶴の間。鶴の間。そして C 将軍の間。さあ、この A、B、C の中から正解を選んでいただきたいと思います。それではシンキングタイムです。いや、何でしょうかね、皆さんもご存知の方も多いかもしれませんけどね。まあ、まあ、多いわけです。はい、で、おいで、みんな、おいで、最後、下にて、上、下、1、2、3、4、5、6。さあ、シンキングタイム ABC。 A だと思う方は拍手。清正の間、3人くらい。 B の2の間だと思う方は拍手。最後、将軍の間だと思う方は、すごい。おいね、ちなみにくまもん、くまもん、はいはい、あんた何番だと思うね。ちょっとほら教えて、何番だと思う。 ABC、 ABC、 なんだろう、なんだれ、うん、C、 C。 というわけで、では革命殿、お、はい、お願いいたします。では正解はこちら、 C の将軍の名。さあ、こちらは加藤清正様が、豊臣秀吉様が、豊臣家の、ねえ、もう一度言わせてくださいませ。加藤清正様が豊臣家の有事の際、豊臣秀吉様のご子息である秀頼様をかくまうために作ったお部屋と言われております。さあ、そしてその将軍の名の
名前の由来ですが、このお部屋の中に、はい、中国の物語に登場する王将君という人物の絵が描かれておるゆえに、その将君という名を取って将君の間、そしてこちらは将軍と将君をかけております。さあ、この本丸御殿の将軍の間、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今どうもめっちゃ見てますけどね。熱が小西さん、ちょっとリーダー勘弁殿、緊張しておりますか。まあ、こんな感じだな。でもちゃんと返事やってくるから。申し訳ない、先ほど接触後、マイクの手が気になってしまいました。マイクの手、そうじゃない。この写真だ。申し訳ない。これは写真の放送。これはというわけで、はい、いや、はい、というわけで、将軍の間、はい、将軍の間、将軍の間、将軍の間と呼ばれていた豪華絢爛なお部屋でございました。さあ、最後は天守閣をバックに、はい、皆さんで最後写真撮影ということなんですけれども、くまもんちょっと一回着替えておいて。はい、はーい。くまもん、色直し、お色直しだろ。行ってきて。行ってきます。というわけで、くま